ニーハオ、京京運河を京京運河を取りに来たんですけども、太極拳やってますね。後ろには船が通ってます。これが京港運河ですね。一番大きな、甲州市の中では一番大きな運河になろうかと思います。ちょっと見てみましょうかね。船はこっちを通ってますね。遅いですね、5、6ノット、10ノットも出てないでしょうね、今でも現役で使われている運河ということですね。わざわざ雨の中ここまで来た甲斐があるっていうもんですよ。じゃあ太極拳に戻りましょうかね。練習ですね。結構剣も使って本格的です。皆さん傘をここに置いてますね。なんか大声かなんかを練習してます。